藤林厚子は毎日放送のアナウンサー。MBS を含む JNN、JRN 加盟局の優秀なアナウンサーを表彰するアノンシスト賞で2020年度に CM 部門の最優秀賞を受賞した。2020年9月12日にからしレンコンの料理と結婚したが、結婚後の本名も藤林厚子である。 藤林家の実施が厚子を含む二人姉妹しかいないことを背景に藤林の実父からの要請を受けたよりが結婚を機に名字を松本から藤林に変えたことによる福井県あわら市の出身でニックネームはヌック、アッコ、ベジちゃん、アッティ、バヤシ、アッチャン、オンハヤシ、フジコなど法政大学理工学部機械工学科へ進学大学卒業後の2015年に アナウンサーとして毎日放送へ入社した。同期入社のアナウンサーに森本直人氏と玉巻恵美がいる。毎日放送への入社直後は新人研修の一環として同期入社の社員14名と共に通会。赤市や電子代の MBS アナウンサー大集合2015を見学。その模様が2015年5月4日、放送文のオープニングで紹介されたことから、 玉巻、森本と共に事実上の番組デビューを果たした。また、同年7月15日には、浴衣姿で玉巻、森本と共に、チチンプイプイへ初出演。同番組で、チチンプイプイ2015話したくなる夏を放送していた同年8月には、玉巻、森本と交互に、子供もしかめ選手権の進行役などを務めた。2015年10月からは、チチンプイプイの、 月曜日で藤林敦子の連続卵機構を担当。同期の森本、玉巻より先にテレビ番組でのレギュラー出演を果たした。さらに11月24日から期間限定で展開されたラッキーパン大作戦では市川義和と共に宣伝部員を務めた。2016年には選抜高等学校野球大会期間中のダイジェスト番組。 みんなの甲子園で、玉巻と交互に、キャスター、赤星のりひろのアシスタントを担当。さらに、MBS テレビで4月から、ケンゴローサーカス団が始まったことを機に、同番組の進行役兼ナレーターに抜擢された。大学時代に、機械工学を専攻していたことから、理系の話題を、チチンプイプイや特別番組で扱う場合に、進行役やリポーターを随時担当している。 2017年10月5日から2019年3月21日までは、チチンプイプイの木曜日で、全編のアシスタントと、コツコツのコツのリポーターを兼務。2018年1月からは、福井県の福井ブランド大使としても活動している。2019年には、高校野球に加えて、阪神タイガース関連の取材リポートも定期的に担当。毎日放送が、 同年の日本プロ野球シーズン中にタイガース全力応援宣言ぶち破れ、MBS がやるを展開することに伴って、先輩のスポーツアナウンサー、井上正や、MBS ベースボールパークのフィールドキャスター、カノケ介スケと共にキャンペーンキャラクターを務める。また、プロ野球シーズン中の月曜日には、上泉雄一の絵なー、絵の生出演と並行しながら、 担当コーナーの合間に、ミント、で、ぶちあぶれ、私、藤林小路になります。も進行していた。2020年からは、上記の企画を、チチンプイプイ内で継続するとともに、テレビラジオを通じて、阪神関連の取材リポートを本格的に担当。その一方で、2019年には、自身の意思で、ランウェイで笑っての、声優オーディションに挑戦。 実際に合格を勝ち取ったことから、須藤春役で声優デビューを果たしている。カラシレンコンの伊織が27歳の誕生日を迎えた2020年9月12日に伊織との婚姻届を共同で提出した。これを機に伊織は藤林家の婿養子用紙になったが、藤林自身は毎日放送でアナウンサーとしての活動を継続。テレビラジオを問わず、 同局制作の番組でいおりと共演することや、交際期間中、結婚後の生活に関するエピソードを明かすことも、相次いでいる。新日本放送時代の1959年3月1日から、テレビ放送事業とラジオ放送事業を兼営してきた、毎日放送は、2021年4月1日付で、ラジオ放送事業を、株式会社 MBS ラジオへ移管。毎日放送は、 遺憾を機に、テレビ単営局へ移行したが、藤林はアナウンス職のまま同社の総合編成局へ在籍する一方で、株式会社 MBS ラジオが制作、放送する番組にも、MBS アナウンサーとして出演している。ちなみに、2021年4月開編からは、4ンチャン t v 火曜日のアナウンサー企画に起用。MBS ラジオが月曜日に、 ヨンチャン t v と同じ時間帯に編成している生放送のレギュラー番組については、タイガース全力応援宣言、MBS マンデーベースボールパークのパーソナリティを、藤林小路名義で続けるものの、上泉雄一のエナーを同年3月29日で降板した。その一方で、県営局時代に収録した、鶴橋和樹ラジオ CM でのナレーションが高く評価された結果、 第46回のアノンシスト賞、CM 部門で最優秀賞を受賞している。テレビラジオ以下の番組にはいずれも不定期で出演。テレビラジオ、ありがとうございます。